はい、本日はですね、ノースフェイスのパープルレーベルのコットンツイルキャップの紹介していきたいなというふうに思います。で、早速ですね、そちらがこの帽子になってるんですけども、これここにかけようかここに置こうかちょっと迷ってますが、ノースフェイスのパープルレーベルって言ってこの紫のロゴをご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、これはノースフェイスっていうアウトドアのブランドとナナミカという、日本のブランドがコラボして作ってるブランドっていうんですかね、になってるので、ノースフェイスの中でも比較的ファッション寄りというか、トレンド寄りというか、ファッショナブルな寄りというか、というか、そんな感じになってますので、それが出してる帽子ということになってて、一応この帽子に関してはユニセックスになってて、男性でも女性でも両方被れるような帽子にはなってるんですけども、もう僕が購入するときはですね、もうなかなか在庫がなかって、結局僕は女性用のショップで買ったんですけど、アイテム自体はどっちでも被れるので全然問題ないんですけども、結構人気でもうなくなりかけてたんで、買えたっていう感じなんですが、一応僕が買ったセレクトショップは下に貼っとくんですけども、結構これなくなってるので、購入を検討されてる方は早めに見られた方がいいかなと思うんですけど、この帽子自体がパープルレベルが出してるっていうことで、パッて見てもらったら分かる通り、結構ファッショナブルというか、おしゃれな感じになってて、帽子単体で見たらなんてことないんですけども、やっぱりこう私服に合わせやすいような感じになってるっていうのが、いかにもパープルレベルらしいなっていう感じなんですけども、早速紹介していきたいなというふうに思います。で、今日お話しする内容っていうのがですね、まず特徴をお話して、その後にデメリットというか気になるところをお話して、最後に僕の視聴者の方でもあんまり帽子が似合わない方とかもいらっしゃるみたいで、たまに僕質問いただいたりするんですけど、僕が意識してる帽子の合わせ方というかっていうところを最後にお話していきたいなというふうに思いますので、最初はまず特徴からお話していこうと思います。まずですね、こちらの帽子っていうのが、例えば夏だけとか冬だけとかっていうわけじゃなくて、生地自体はコットンの生地になってるので、本当に年中被れるっていうことで、一応発売されたのは2020年のこの春夏に向けて発売されてる新作にはなってるんですけども、こういうコットンのタイプの帽子って別に冬でも夏でもいつでも被れるじゃないですか。だから別に一年中被れるっていうことになってて、この表面に関しては全部コットンなんですけど、この裏面っていうんですかね、この髪の毛とか肌が当たるところっていうのはポリエステル 100% になってるので、速乾性があるというかすぐ乾くような感じになってるので、一応 SSA 出てる分、春夏に出てる分なんで、夏とかを想定されては作ってるとは思うんですけど、生地的に別に、冬でも全然使えるんじゃないかなというふうに思いますので、蒸れにくいような工夫とかもされてるのも、ノースフェイスらしいっちゃらしいと思うんですけど、そういうところであったりだとか、次っていうのがこの後ろのベルトを見てもらったら分かるんですけど、これサイズがフリーなんですよね。だから別に頭が大きかろうが小さかろうが、僕みたいに顔が長かろうが、僕の嫁みたいに顔が丸かろうが、あんま関係なく、これはもうサイズを調節してあげれば別に一人じゃなくて夫婦で使えたりもできるんですけど、これはやり方としてはここのベルトみたいなのをパチンって外してあげて、であとはこの紐を引っ張って調整してあげるっていう感じになっているので、サイズに関してはフリーサイズというか、別に誰でも合わせれるようなサイズ感ということになっております。一応ですね、ここの止めてる部分っていうのだけは牛革を使ってるみたいで、本革の牛革を使ってるみたいなんで、ちょっと水回りというか水気っていうのは気付けた方がいいんかなという感じでは思っててですね、洗濯であったりとかっていうのは結構手洗いとかの方がいいかもしれないという感じにはなってます。僕個人的にはですね、全然多分気にせずに普通にネットに入れて洗濯機回すと思うんですけど、これが牛革ではなくて、例えばフェイクレザーとかやったら本当にボロボロめくれてくるんですよね。やったら多分洗濯はできないと思うんですけど、牛革なんで、別に多少濡れたりとかしてもあんまり良くはないんですけども、フェイクレザーやったらボロボロめくれるけど、本革やからボロボロはめくれてこうへんから、そこまでデリケートに気にせんではいいんかなと思って、僕は多分洗濯機で回すと思うんですけど、これを見ていただいている方はちゃんと手洗いはされた方がいいとは思います。ということで、サイズを調節できるというのが、僕みたいな顔長い系 YouTuber としてはありがたい点かなという感じで思います。で、次がですね、帽子の形的になんですけど、結構なんていうんですか、浅めな感じというか、深い感じで被るような感じじゃなくて、ちょっと浅い感じで被るので、イメージとしてはなんかスケーターとかショップ店員の人とかってこういうの被ってはるじゃないですか。だからなんかそんな感じのイメージなんで、ちょうど今っぽい感じですよね。で、僕はですね、あんまりこういう帽子をこう前向きに被ることはなくて、なんで被らないかというと、劇的に似合わないということで被らないんですけども、なんかそれこそですね、僕がこれを前に被ったりとかして、これベージュだからいいんですけど、オリーブとかちょっとカーキっぽいというか緑っぽい色とかでこれ前向きに被ったりしたら、本当にか弱い戦士というか、なんていうんですかね、下級中の下級の兵士というか、映画とかに出てきたらもうすぐにおらんくなるような感じになっちゃうので、僕はいつもこれ前を被ることはあんまなくて、どっちかというとこう後ろに被ることが多いんですけど、後ろに被ってれば下級兵士というよりかは、ちゃんと普通に被れるというか、別に似合ってるか似合ってないかわからないんですけど、普通にはなるので僕は一応普通後ろに被ってます。なので、この辺はちょっと好みがあると思うんですよね。浅めが好きとか深めが好きとかって好みがあると思うので、ちょっと僕は人によってそれは違うと思うので、あんまりよくわからないんですけど、ちょっと浅めにはなってます。で、次がですね、これずっと見てもらっていても分かると思うんですけど、今
まあタグがあるのでこの紫がチラチラ見えるんですけど、これタグがなくなったらですね、もう全くシンプルな感じで、まあ一応ノースフェイスってこの真ん前にはロゴは入ってるんですけど、あんまり目立たないので、結構なんていうんですか、ただただシンプルな感じの帽子やけど、まあアクセントとしてちゃんとこの後ろの部分の色が変わってたりするので、まあ、この辺とかが、まあ、デザイン性が高いなと思って、僕結構後ろに被ること先ほどみたいに多いので、こう後ろに被った時にこれが全く同じ色やと、なんかちょっとこう、メリハリのないような色味になっちゃうかなと思うんですけど、まあこういうところでちゃんとメリハリをつけてるっていうのも、まあ、ファッション性が高いなと思いますし、あまりにも主張しすぎてないので、合わせやすいかなという感じでは思っております。で、次はですね、まあ特徴が終わったんでデメリットいきたいなと思うんですけど、まあデメリットとしてはですね、まあ、帽子なので似合う似合わないがはっきりしてるっていうところになってて、まあそれ以外のデメリットって別にサイズもフリーやし、まあコットンでできてる、いたって普通の帽子というか、で、まあ、で、サイズ的にも浅めなんで、まあ、流行りっちゃ流行りの感じやから、まあ、デメリットとしてはやっぱ帽子やから似合う人もおれば似合わん人もおるっていうのがデメリットかなと思ってて、まあ、それこそ僕も二十歳ぐらいまで一切帽子は被らずに来てて、自分は帽子は被ったあかん人やと思ってずっとおったんですけど、まあ、二十歳ぐらいから結構帽子被るようになって、最近とか言ったらこうキャップは結構よく被るんですけど、被らない人に多いのが苦手意識がめっちゃあるっていうのが結構多いかなと思いまして、どうしても苦手意識があるから、被ると、うわ、やっぱ似合ってないって思っちゃうし、どうしても見慣れてないから余計似合ってないように見えるっていう、この負の連鎖に入っちゃうと思うので、帽子が苦手な方とか帽子はあんま被らない方っていうのは、まあ、まず苦手意識もあるし、さらに見慣れてないからちょっと変な感じもする、違和感があるっていうのもあると思うので、まあその辺がデメリットかなという感じでは思います。で、最後にですね、僕が普段帽子を被るときにまあ気をつけてることというか、まあ、これは普段帽子被らへん方とかが参考にしていただければいいかなと思うんですけども、まあ、どういうことを気にしてるかっていうと、基本的にこういう帽子っていうのをあまり柄物を選ばないっていうことにしてて、まあ、単色でシンプルな帽子っていうのも僕多いんですけど、もうこういう単色、ベージュやったらベージュだけ、黒やったら黒だけみたいな感じの帽子を選んどいて、なおかつ服もシンプルな服を選ぶっていうのが合わせやすかったりするので、多分こう皆さんパッてこうイメージした時に帽子似合う人って結構シンプルシンプルで合わせてはる方が多いって僕結構思うんです。だから、まあ、例えばこういう白 T であったりとか、まあ、無地のパーカーとかグレーのパーカーとかあると思うんですけど、そういうのとかやったらパッて被りやすいかなと思いますし、逆にこう柄物、例えばチェックのシャツとか着て帽子とか被っちゃうと、なんかこうちょっと変な感じするし、まあ、似合う方はいいんですけど、自分はあんま似合わないんであれですし、あと柄物、花柄とか着てこういうの被っちゃうと、なんかこうちぐはぐな感じがしてくるので、僕が合わせる時のポイントとしては、まあ無地無地で合わせてシンプルシンプルで合わせとけば、そんなごちゃごちゃせえへんかなと思って、一応その辺だけは気をつけて被るようにはしてます。まあ、なので帽子が苦手な方っていうのは、まあ極力シンプルな合わせ方からしていくと、まああんまりごちゃごちゃせえへんのかなという感じでは思います。はい、という感じになってますので、まあ普段から帽子を被り慣れてる方とかやったら、もうサイズもフリーやし、でコットンでできてるし、で形もトレンドの浅めな感じになってるので、もう本当にまあ別に全然その物を見て買うっていう感じじゃなくても全然買えると思うんですけど、まあ普段からあんま被ってはらへん方とかは、やっぱりちゃんと店舗とか行ったりとかして自分で被ったりした方がいいと思うんですけど、いかんせんこれ結構やっぱパープルレーベルのアイテムって人気ですぐ売り切れちゃうんですよね。だから僕がこれ買ったショップもなんでか知らんけど、定価プラス送料もかかってたんですよ。で最近ってやっぱ送料かからへんのが普通って思ってるから、おー送料取るんかいと思って買ったんですけど、まあそれでも他のショップとかやったら売り切れたりするので、もうしゃあないと思ってまあ買ったんですけど、多分これ夏なる前に売り切れちゃうと思うので、まあ気になる方はちょっと早めにいろいろ見に行った方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、という感じになってますので、まあ本日はですね、ノースフェイスパープルレーベルのコットンツイルキャップの紹介をしてみたという動画になってます。あ、すいません、最後にこれゴム箱を用意してこの上で紹介しようと思ったんですけど、なんかこの上だとちょっと微妙かなと思ったんで一応ここに置いたんですけど、なんかいい案があれば教えてください。はい、ということになってますので、コットンツイルキャップを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。